皆さん、こんにちは。中島ゆかの、そこまでゆかの時間なんですけれども、毎度毎度ね、あの、緊急配信、緊急配信というところで、あの、何回も続くとね、緊急の、あの、ちょっと意味合いがね、薄くなって、えー、しまいそうなんですけれども、まあ、とはいえですね、えー、来たるですね、えー、2月の13日、えー、この日はですね、 私の、あの、誕生日なんですけれども、このように、輝かしくて、あの、喜ばしい日にですね、なんと、えー、とんでもない、あなんかその、放送が、ああ、るということでですね、あの、皆さんに、もう、あらかじめ、まあ、プロパガンダ風のね、まあ、テレビに、あの、惑わされないようにということでねもう、あらかじめね、先に共有しておきたいなというのが、まあ、これなんですね。はい。 え、以前もやりましたよねこの NHK ってさ。初回放送日。え、初回ってことは2回か3回があるわけはい。2月の13日にですね、声を上げて、そしてという。何の声を上げるんじゃいって話なんですけど。 まだあ、最高裁のですね、これ、上告がね、これから始まるという、いわゆる係争中にもかかわらず、もう、もう性被害者、まあ、公認みたいなね、え形でですね、まあ、あの、伊藤しおりさんをですね、NHK がなんかその、取り上げるようなんですよ。このような、その、まあ、ドキュメント的なね、 これ前回もあのー、あったじゃないですか。もうあのー、政治のね、匂いのプンプンするようなやつでね。まあ結局その放送がまあ結局そのなくなりましたけど。で、このタイミングでですね、NHK がこのようなあの番組を昨日や今日をね、すぐにあの企画してあのやるとは到底考えにくい。これはですね、高等裁判所のですね、判決を待って、 それから、ええー、まあ、放送に踏み切ったんだろうな、ということが、まあ、あの、考えられるわけですよ。えもしかして、言っちゃいいけど、高等裁判所とか、NHK とかってこれなんか癒着してるんですかっていうふうに、ちょっとね、あの、思えなくもないような、あの、感じがね、こういうね、あの、放送があるということで、やっぱ思ってしまいますよね。 で、あの、くれぐれもね、皆さんね、これ見て、まあ、かわいそう、伊藤さん、本当にもう、性被害者、みたいなね、もう、フラワー、みたいにね。 思わないようにね、もうこれ以上、あの、騙されるようなことね、ないように、あのー、しましょう、えー。私はですね、もう何度も申し上げますけれども、あの、そもそもね、あの、テレビがないんですね、私の自宅には。なので、見たくもないし、えー、あっても見ませんけれども、もうきっとですね、あの、性被害者、ま、公認みたいな形でね、伊藤しおりさんを、女神のように、ストーリー化して、で、えー、皆さんのですね、世論の感情をね、 飛行という、まあ、そういう狙いがあるんじゃないのかなとしかね、あの、思えないんですけどね、あの、このフラワーデモって確か、えー、レイプ被害に遭った時の服を着て、えー、皆さんの前に登場しました、みたいなね、あの、伊藤さんが過去、あの、いた番組もね、私あの、覚えてますけど、伊藤さんってすごいなと思って、 レイプにあった時のあの服をご招待児にあの記念に持ってみんなの前に来て出てくるんだみたいなね。それがいいか悪いかまあ別としてもですね。まああのこのようなねことをまたあの NHK がどうもあのやるそうなのであのいいとも悪いともあの言いませんけれども、えー、これはなんじゃいっていうことでねまず皆様に最初にこの情報をね共有しておこうと思います。なおあの私はですね山口のりゆきさんのまああの メルマガをね、あのずっと購読をしているというふうに前からね、あの言ってますけれども、最近やはりあの山口さんのですね、胸の内というのがね、やっぱりそのメルマガでもね、やっぱりあの配信されていて、昨日あの私の方があの配信しました伊藤さんのね、裁判資料のあの閲覧制限の件ですね。えー、あれもあの山口さんが今回のメルマガの中でね、裁判資料のね、閲覧制限をね、あのやめてほしいと。 あの、本当に堂々とね、あの、オープンに、あの、戦いたいと。それと、まあ、今回の、あの、高等裁判所のね、偏ったあ判決が出たことで、もう少しも、やっぱり、自分がね、伊藤さんとの間で、どう考えても合意があった、性交渉を、 どうしてもその高等裁判所もね、あの、やはり認めてくれないことが、非常にあの、悔しいというふうに、あの、書かれてましたけど、それは本当にあの、山口さんの心中をね、あの、察するに、あの、本音が出てるなと。で、やってないものはやってないとしかも言いようがないんですよ。で、それをじゃあ、あの、山口さんが、どこに訴えかけていけばね、高等裁判所のように、山口さんの方はやってないというふうにね、あの、こういう行政機関に、 訴えかけたので、それは、あの、ご本人がね、そういう、あの、訴えかけのね、姿勢があったということで、合理的に、不同意のね、成功症はなかったということが認められるっていうところまでに達するためには、じゃあ、山口さん一体何すればいいんですかって、そういうことを、高等裁判所に聞きたいと思いませんかだって、やってないものはやってないっていうことを、自らが、もう、それを、あの、弁護士と一緒に主張する以外にもないじゃないですか。 今回の高等裁判所のね、その判決の、まあ、ニュースのね、あの、皆さんの、こう、あの、反応ちょっと、あの、やっぱり、私も、こう、ウォッチをしているんですけれども、あの、そろそろ皆さんも気がついているのは、もう伊藤さんの番組ばっかり、伊藤さんを主軸にしたニュースばっかりで、山口さんに焦点を当てた番組とか、ニュースとかってなんで出ないんですかって、その通りなんですよ。ここにもおかしい、 メディアの、えー、偏りはい。そこに、えー、政治的な匂いがね、プンプンするなという風に私も思っています。っていうところで、伊藤さんのですね、裁判資料の閲覧制限の解除に関してはね、あの、これはやはり山口さんのね、強い気持ちでもあるなあということで、えー、前回のね、あの、私の動画もですね、皆さんできましたら、あの、しっかり、あの、拡散をね、あの、していただきたいなと。 思います私があ、まあ、この動画を配信することによってできることってもう今それぐらいしかないなというふうに思って、えー、皆さんに、えー、まず訴えかけたいなと思った次第ですではまた、えー、お会いしましょう。